さん、ビッタンしてますか？高木です。お久しぶりでございます。今日はですね、久しぶりの商品紹介の動画なんですけども、皆さん、鼻毛出てる男性お好きですか？いや、そんなことはないですよね。そんなテーマにね、のっとってご紹介する商品です。じゃん、いつものようにね、Amazon でね、届きましてね、開けていきたいと思います。今日ご紹介するのはこちら、パナソニックエチケットカッターでございます。はい、私ね、今までね、こう普通のね、鼻毛切りバサミっていうやつですかね、を使ってるんですけど、やっぱね、奥の方が全然こう切りにくいんですよね。まあね、たまに気がつくとやってるんですけど、ちょっとしたことからね、床屋さんに行って、そういうなんかサービスがあるみたいで、300円ぐらいでこうね、掃除してくれる床屋さんがあって、それでね、こういう商品があるということで知りました。開封していきたいと思います。 Amazon でね、結構安いんですよ。こちら、このような商品です、販売しておりますので、開封するともう非常にシンプル。取説と、こんな結構コンパクトなんですね、思ったよりね。で、これはね、単三電池1個で動くタイプですね。水洗いできないんですけど、歯のみね、水洗い OK ということになってるんで、おそらくこちら外れますのでね、これだけ水洗いできるっていうことになりますかね。非常になんかこうシンプルな作りですね。こうね、電源こちらオンオフ、単純な仕組みですね。じゃあね、電池ね、パナソニックエボルタのね、ちょっといいやつをね、使ってみたいと思います。裏蓋はこちらで、このようにね、電池を挿入して蓋をするだけという簡単装着です。 Amazon でね、いろんな商品出てるんですけども、いろいろ検索したんですけど、このね、エチケットカッター自体が結構トラブルが多い商品みたいで、途中で動かなくなっちゃった、壊れちゃったっていうのが多いんですよ。そんな中、これが一番ね、そういう壊れたとか、そういうコメントが少なかった。で、定期的にね、買い替える消耗品ではあると思うんですけども、長く持ってくれる方がいいじゃないですか。それでね、ちょっと動かしてみたいと思います。あ、こんな感じなんだね。洋服のね、毛玉取りあるじゃないですか、それを使ったことあるんですけど、そんなイメージですね。ちょっとね、これ初めてやるの怖いんだけど、どうなんだろう。はい、じゃあね、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっとこう、なんか鼻毛を動画で見せるっていうのもどうかなと思うんで、自分でね、ちょっと遠目でね、やっていきたいと思うんですけど、怖っ。ちょっと回さずにまずやってみましょうね。ちょっとなんか冷たい感じはするけど、問題なさそうですね。初めてのことやるのって緊張するよね。こうピアスを穴開けるときみたいな感じですね。いきます。怖っめっちゃくすぐったんやけど。でも、涙出てきた。決して痛いわけじゃないんですけど、慣れだと思うんですけど、慣れないんでね、ちょっと。ちょっとね、鏡見ていきます。いやー、使ってみたわ。感想から言うと、めっちゃいいですね。こう鼻のこの辺あるじゃないですか。この辺ってハサミだと全然切れないんですよ。で、あとこういう横のところとか、鼻毛切りバサミだとカットできなかったところが、これだったらグイングイン回してもうあっという間に剃れちゃいますね。ヤソリと同じ感じです。このね、下の方はハサミでやった方が見えるので、こう手入れしやすいっていうのはあるかもしれないんだけど、この辺はね、絶対これあるのとないのじゃ全然違いますね。正直ね、
最初ちょっと痛いかなっていうか、痛くすぐったい感じだったんですけど、慣れちゃえば全然いける、うん、かなり安全な作りになってるので、結構突っ込んでね、ある程度押し当てても全然切れたりしてないんですよ。俺ね、なんで今まで知らなかったのっていうレベルですね。なんで今まで買わなかったの、知らないって怖いですね。ということでね、こちらのパナソニックのエチケットカッターね、Amazon で、なんと、プライム会員の方は1800円で送料込み、激安でございます。ハサミでね、こう苦労してね、何分も費やす時間が数秒でね、これ終わっちゃいますので、ぜひね、概要欄にね、Amazon リンク貼っておきますので、そちらからね、検索していただけたらと思います。ではね、これがあれば、皆さん鼻毛ビヨーンしてますかってなりませんかね。ぜひおすすめでございます。はい、ということでね、では今後もいろんな商品紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお楽しみにしていただけたらと思います。ではまた何かの動画でお会いしましょう。じゃあね。高雪ツイストクラブチャンネル。